防弾少年団 BTS の原爆 T シャツ問題でデザイナーが謝罪も言い訳と日本無視で大炎上本日防弾少年団が着用した原爆 T シャツをデザインしたデザイナーが防弾少年団に対してのみ謝罪をいたしました謝罪内容を簡単にご紹介いたしますと若者たちが着るファッションに歴史を込めれば 少しでも歴史に興味を持ってもらえるのではと考えて T シャツを作った日本をバカにするような気持ちはなかった原爆が投下され日本が無条件降伏したために韓国は解放されたという歴史の順序を表現するものだったさらに亡難少年団がテレビ朝日の「ミュージックステーション」に出演を拒否されたことに対してその事実を知りとても動揺し申し訳なく思っている 反日感情を助長しようとする意図はなくその点でも防弾少年団に対して申し訳ないとコメントを発表しておりますこのデザイナーの発言見る限りですと日本を標的に T シャツを作ったことを認めた形になってしまっておりますまた若者向けに作ったということでありますので現在この防弾少年団が着た原爆 T シャツこの T シャツの右上に日本に投下された原爆の写真が使われ左下にそれを喜ぶ写真が添えられてるんですがこの原爆の写真の左側に K という文字がですね縦に4つ並んでおりましてこれまでは単なるデザインの問題でただ K が並んでるだけじゃないかとの見方もあったんですけども若者向けということが今回明らかになりましたのでこの K という文字日本の笑い W とと同じようううに、韓国で K は笑うといい意味がございます。この「K」4つも使われてしまいますと爆笑という意味になりこの T シャツの内容デザイナーが本来意図していたものは日本に原爆が投下され爆笑して万歳するほど嬉しいということになってしまうんじゃないでしょうか。 この T シャツ現在も5000円ほどで販売されており、彼らが一切反省しているようには見えません。そもそもデザイナーが謝罪するべきは、防弾少年団ではなくて、日本国民、被爆者の皆様に対してでしょう。それすらない中で、これを謝罪と言っていいのかすら、怪しい状況にはございますが、この防弾少年団は、 これまでも残念ながら原爆 T シャツだけではなくて日本に未来はないと発言をしたり様々な反日活動を行っている団体でありそれがようやくですね明らかになっただけの話であります彼らの悪行が事件が明らかになったにもかかわらず彼らは日本にいるファンにすら 今回の事件について正式に説明も行わず謝罪もしておりません当然侮辱されたのが日本国民でありその日本国民が日本では防弾少年団のファンということになりますので彼らはファンの皆様までファンの皆様の信頼まで踏みにじっていることになりますこういった防弾少年団の 事件に対して彼らが一切反省せずファンの皆様まで無視しているこのような状況を放置すれば彼らが今後も同じような問題を事件を引き起こして批判が殺到するという状況は変わらず続いてしまうんじゃないでしょうか今防弾少年団のファンの皆様今後13日から始まる ライブツアーに行く気がなくなったと言ってる方いらっしゃいますし、それ以外見て,ます見ておりますと、防弾少年団が批判されて、自分の好きなグループが批判されて嫌な思いをしているという方もいらっしゃるようですが、気持ちは分かりますけども、本当にですね、好きなグループだと、応援したいグループだというのであれば、ファンの一人として、ファンとしてですね、防弾少年団に対して、 メッセージを送り、今回の事件に関して、またこれまでの事件に関して、しっかりと反省をして、二度と同じことをですね、同じようなことをやらないでほしいと、謝罪をしてほしいと、要求するべきなんじゃないでしょうか。彼らが反省しなければ、反省できなければ、今後、同じような事件が何度も引き起こされて、彼らが活動ができなくなる可能性もございます。 本当にですね、私も好きな音楽グループが、まあ、いくつかございまして、チケットを取って小さな会場であっても大きな会場であっても足を運んだりするんですが、そういった特定のグループが好きだというファンをですね、このような形でバカにして侮辱し、それに対して何の説明も謝罪もない、そういったことを全て無視してなかったことにして、 13日からライブツアーを行って、今年の、今年じゃないですね、来年の2月にかけて、日本でライブをやって、金儲けをする。さすがにですね、ファンを馬鹿にしすぎだと思いますので、最低でも防弾少年団の皆様には、日本のファンの皆様に対してだけでもですね、正式に説明と謝罪、今後二度とこのような反日活動を行わないと、確約をしていただくよう、 お願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。